海と日本。世界に発信していかなければならないと思いますし、その海をですね、やっぱり、町民と行政が一緒になって守っていきたいな。奄美大島と加計呂麻島の間、大島海峡で開かれる夏恒例のイベント、国内で最大規模のシーカヤック大会です。参加者は島と海の美しいコントラストを楽しみながらパドルを動かしました。今年は427名275艇の出場がありまして、地域の方やボランティアの方々の応援も借りた中でですね、この海をですね、世界に発信できたのではないかな。奄美大島、加計呂麻島、宇毛島、与路島の4つの島におよそ9000人が暮らす瀬戸内町。鎌田町長は、町のシンボルでもある大島海峡をはじめ、海がさまざまな恵みをもたらしていると話します。今住んでるところがもう海水浴場があるところですので、たまにこう浜を歩いたりですね、すぐ泳ぐこともできますので、そういう点でいい環境に住んでるなという感じております。湾や入り江を活用した中で養殖業が大変盛んでですね、クロマグロや真珠、またそれに伴いまして、雇用、そしてまた水産業の活性化にその大変海が寄与していると感じております。戦後最も多かった時期には2万6600人を上回っていた瀬戸内町の人口も、今では当時のおよそ3分の1にまで減少し、主力の漁業も過疎化の現実に直面しています。しかし、これからの町の可能性もやはり海と共にあると考えています。その漁船漁業のですね、資源不足と、そしてまた担い手不足というのが一つの課題となっておりまして、またそれを補うためにですね、行政としましても、その漁船漁業の支援をしていきながら、その地場産の魚ですね、それがこう取れるような、そういう取り組みをしていきたいなというふうに考えております。やはりこの瀬戸内町を活性化させる恵みを与えてくれるものだと思っておりますし、今後もですね、この大島海峡、そしてまた宇毛島、与路島を活性化させながら大事にしていきたい。日本財団の海と日本プロジェクト、活動内容は公式ホームページをご覧ください。